はい、本日もサカツクやっていきます。はい、5人目留学行かせますか。藤岡かな、最近急激、なんかコメントにあったけど、この藤岡選手が元になった人の教え子がコメント欄にいましたねそんなことあんだね。で、藤岡をちょっと使っていきたいよね。はい、藤岡くん、藤岡くんも中国送りだよ。行ってこい。藤岡くんイケメンだね。こんな顔だったのかな。はい、ディビジョン1ファーストステージ開幕。はい、で、イーセツ、ビッセルコッペ。さあ、今年は完全優勝できるか。スタメン3人抜けて、新生、旭川。新庄。いやー、ちょっとやっぱディフェンスはね、元からザルなのがね、スタメン、2人ディフェンス抜けて、厳しいか？当てる。そう、手取ればいいんだよ。はい、アジグレが始まるタイミングでちょっと、やろうかな。はい。改築しかできないんで、ちょっと改築しようかな。改築でもまあ、回収できんじゃないかな。6億円。4週間ね。OK。はい、アジグレー開幕。うわ、チケットどうしよっかな。3000円の方が満員かな。J リーグ今3500円にして、1万5000人のキャパが今1万4000人ぐらい入ってんだよね。3500でも入るかな。3000かな。3000ちょっとしてみるわ。ホームで2、3億入ればいいんだよな。3000円で、そんな入るか。入らなそうだな。まあ、でも埋まんないと意味ないからな。3000円しとくか。はい。はい、アジグレで一節、テヘラン FC。さあ行きましょう。テヘラン FC ってまあまあ強いからね。試合後。いや、マジでディフェンスに、難あり。S ランクディフェンス欲しいな。あとスカウトもね、特定のスカウトをちょっと今年は2人ぐらい取りたいな。まずいよ。いける直接。うまマジかよ。こいつ気持ち悪いヒゲの生やし方しやがってよ。レドゥ頼むよ。はい。はい、ズドン。オッケー。さすがレドゥのコーナーキック。はい、トミーニャ。1対1。前半短かったね。はい、交代なし。前半もうちょっとボコってくれないとね。ベンチメンバー使えないんだけど。使わせてくれ。辻間とか試合出さねえとうるせえからな。文句垂れてくるから。藤田。藤田、五郎、トミーニャ。さあ、逆転お願いします。はい。決めれるね。君がキーマン。よーし。さすがにそれ外した解雇だったわ。もう一点いける？おいおい、新庄どうした？そんな姿見たくなかった。福西、日本代表だよ。いや、追いつかれるときついな、この時間だと。うわ、うまっ！何今のディフェンス。あんま見ないね。あんな体入れて取るシーン。坂作って何パターンあんだよ、これ。はい、で、2節。柏レイソル。アジグレのホームの試合2億2000、3000万ぐらいだったかな。はい。1ヶ月の間にホーム3試合あればいいんだけどね。2試合はあるんだけど、3試合目があるかちょっと微妙なとこなんだよな。ライフはいいよ。はい、新庄。新庄なんでこんな点取るんだろうね。すげえな。なんか謎に点取る選手いるよね。わ、危ねえな。もうちょっと楽に勝てよ。はい、アジグレで2節。大連 FC。さあ、大連 FC ね。お世話になってます。この縛りをこの12月2024年中に終わらせたいよね。できれば。終わるかな？
難しいか。まあ簡単ではないよね。かなり難しい縛りだとは思うんですけどね。オッケー。はい、で3節サンフレッチェ広島。クラブハウス新しくなったんでね、施設も建てないとね、もったいないね。オッケー。いいよ。もう開幕調子いいね。ファーストステージってちょっと微妙なんですけどね。トミーニャガイファーが2人で頑張ってるね。いや、その最後の方の失点マジでいらん。はい、というわけで開幕3連勝。岩田すげえな。あんだけ抜かれてんのに。マジかよ。やばくない？あんだけ抜かれて、なんで3連勝してんの？オイリス、あれ？あ、オイリス落ちたのか。あらららららら、いねえわ、オイリス。新庄4得点、これは問題ですよ。川口グラウ、頑張ってるね。あ、ななみさんね。ちょっとななみさん抜くか。ちょっと鬼畜？うん。ななみさん早く抜かないとね。いや、清水もいいね。沖いるからな。はい、クラブハウスちょっと増設していきますか。3つ空いてるんでね。ちょっと3億円はちょっと待っていただきましょうか。何が安くなるんだっけ？戦術指導室？違うな。マッサージ、カフェテリアとかだっけ？娯楽？でもカフェテリア一応5000万だってやっていいな。やりましょう。安くなる、なってるうちにやりましょう。一応5000万なくなっちゃったよん。まあ、サウナはいる。サウナって疲労回復すんのかね。どうなん。なんか諸説いろいろねありますけどね。カウンセリングはやるか。選手のメンタル、メンヘラね。ちょっと最近多いな。社長がいちいちね面談してられねえんだよ。暇だと思ってんのかね、あいつら俺のこと。舐めてんのかな。娯楽室は？お、30% か。ケチくせえな。いや、行っちゃうか。2億1000万。まあ安いうちにね、やっときましょう。ケチだな。ただでよくね。どうせ安いね、金でうちと契約してんだから。温情だよ、温情。他にマシなんないから。ジムはなんないよね。ジム、ただでよこせよな。ケチくせえな、ほんとに。マッサージルームは？なんでマッサージルームお前、レベル1で3億円もかかんだよ、これ。高すぎだろ。医療室はまだわかるよ、これ。4億円。なんでマッサージルームで3億円もかかんだよ、お前。そんな設備いらねえだろ。はい、アジグレで3節、ジャカルタ FC。さあ、行きましょう、ジャカルタ FC、ホーム。前回7万8000人ぐらい入ってたね。じゃあ行こう。どうも2億円稼ぐぞ。 J リーグの方がね、ホームの試合まだないんだよな。いくら入んだろう。はい、ちょっと最近金使っちゃったからね。金、今金のことしか考えてないよ。ゼニゲバと言われてもね、否定できない。レドゥそこサイド展開するの意味わかんねえけどな。はい、ドン、よーし。藤田から新庄、新庄がエースストライカー説出てます。いや、前半に2、3、今3点できればお願いしたいっすね。どうでしょうか。これは打たしていいよ。本当はダメだけどね。まあ、坂津くんにおいてはいいよ。はい。宮田？ここはパス。宮田最近いいね。やっと自分が世界で完全であることを理解したかな？レドゥ。はい。あ、スルーして。ドン。おー、ゴロちゃん。ベビーバンバンバン。裸足でゴーナウ。人類の進化に逆らって。これルー、藤田さん、ナイス。
ありがたいね。福西とか覚醒してほしいよ。はい。トミーニャ、うまい。おー、PK。おい、怪我さすなよ、うちのキーマンに。荒いなぁ。お前、ホテル貸さねえぞ。よし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 。ちょっと辻間とか使ってもいいかもな。はい、新庄に変えて貝本、ガイファ、テオリーノ、トミーニャに変えて辻間。まあ、決してね、ナメプというわけではございません。まあ、新庄はね、もう命短いですから。はい。やっぱ後釜問題とかもありますんでね。貝本さんが。第二の新庄、いや、新庄超えを。してほしいね。いや。さあ、貝本。お。貝本攻撃さんが手折りの。うわあ、嬉しいな、しっかりね。交代した選手が活躍してくれんの。貝本さん。おい。貝本さん目立ってるね。まあ、うちサイド攻撃だからね。ああ、危ない。お、辻間、怒るよ、こいつ。短期だよ。よし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 。よかったよかった。交代してね、なんか追いつかれたりしたら叩かれるからね。さあ、ちょっと強いか我々。ちょっと強すぎる。さすがに1点ぐらい取られちゃうか。無失点がいいな。まあまあまあ1点ぐらいならいいでしょう。トゥキャナン。最後に取られたら取り返す。いいね。オロちゃんも結構早めに覚醒するイメージだけど。辻間ヘディングうまっ。こいつ、試合感不足だけどね。完璧。ね、ベンチメンバーも出せたし、言うことないね。はい、で、4節。名古屋グランパス。えい、さあ、ホームだ。何人入んのかな。はい。6億は回収したいよね。まあ、それよりも勝とう。1-1。奈良崎さんめっちゃセーブすんだよな。なあ、相変わらず止めてんな。はい、新庄。新庄得点ランキングまだ1位じゃない。危ねえ。はい、今月は、いや、3月にしては珍しく好スタートじゃないねえ。これは素晴らしい。新庄、まあ納得だね。マジで。いやー、新庄いてほしいな。アルティントップいるじゃん、ガンバに。懐かしい、アルティントップ。久しぶりに聞いたな。おーティーティーン。はい、アジグレで4節。テヘラン FC。アジグレは3連勝してるんで、まあ、決勝トーナメントはいけるでしょう。さすがに。決勝トーナメントから怖いよね。おい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 。決して舐めてるわけじゃないけど、負けんなよ。許されんぞ。せめて引き分けだぞ、お前。よしよし、焦らすなよ。はい、リスト見ていきますか。遺跡リスト。まあ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 。新人3人。お、藤沢見たことあるな。ああ、いいっすね。今がまさに成長のピーク。素晴らしい。あ、森野。いいじゃん。18歳か。まあでも、早熟ではなさそうか。で、森野いいよね。ええやん、ええやん、ええやん、ええやん。素晴らしい。スカウトはこいつか。おお、5億。これはさすがに3年契約だけど、特定じゃない？一部の国に強力な影響力を持つ。
こいつなんかいないのかな。一応調べてみるか。たまにねこういうやつでも書いてないやつでも特定の選手と交渉できたりするんだよな。はい、調べてみたんですけどいなかったです。はい、ただ高いだけ。はい、で豪鉄横浜 F メリノース、さあ4連勝中。マリノスはめちゃくちゃ転生してるからね、強いぞ。抜けれてないしね、抜かれてないしね、我々から。中澤に毎回決められてない、ヘディングやめてください。2004から強いの。いやー、この4点ラッシュ気持ちいい。はい、 J リーグカップ開幕。まあ1万2000円っしょ、連覇するよ連覇。はい、で6節鹿島アントラーズ。さあ鹿島ね、前順位見た時いましたからね、8.9 で並んでたんで。おい頼むよ、負けだけはダメ。うわ強っ、なんなんだよこのチーム、勘弁してくれよ。いやー、うぜー、負けんのここで。うわ1点しか取れなかった、しんど。いや強え鹿島、なんでそんじゃ失点14、多いなおい、一番多いじゃん。そんなことある、鹿島16点取って3失点、どうなってんの。得点フェルナンド3、いろんな選手が点取ってんだ、したらムカつくなー。いやー、中田浩二転生しねえかなー。はい、で7節ジェフユナイテッド1半ラップ。鹿島負けないんでね、我々も負けるわけにはいかない、直接対決もないからな。いや、あとは選手抜くしかないか。20、前見た時25位か全然いなかったけどね。おいおい、負けんなよ。なんかジェフ苦手だよね。いやー、引き分けかよ。はい、ちょっと今日は鹿島の選手確認して終わりますか。なんなんだよ、本当に。鹿島ね。曽我畑さん29か。ディフェンスもみんな結構ね、いい年齢なんだよな。中田コーチ29。いやー、いいね。小笠原29。まあ、同い年だもんな、中田コーチと。取れねえんだよな、絶妙に。まあ、平瀬ファビオジュニオールはいけるけど、別にいらんしな。うちがバカみたいに金あるなら、まあ、嫌がらせでね。取ってもいいんだけど。そんな余裕ないからな。取れないね。ちくしょう、レッツはどうよ。レッツも特に変わらない。エメルソンだもんな。エメ、でも3人か、取れなさそうだな。あの、ブルガノンも使ってないんで、ブルガノン首にして、エメルソン取るのは全然あり。全然ありではある。あと、レイソル、明神とかもね、転生してんじゃん、あれ。30歳か。まあ、そろそろだな。ジェフもちょっと苦手だからね、弱体化させておきたいとこではあるが。ん？これ、レイソルじゃん。こっちだな、ジェフ。阿部ゆき27。まあ、特にって感じだよね。あと、マリノスか。中澤、松田。久保。あ、いけるかな久保。でも21になっちゃったか。21になっちゃったか。まあ、そこまで急務でもないな。はい。まあ、ちょっと様子見しようかな。はい。まあ、ちょっとお金余裕出てきたんで、エメルソンに声かけようかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。グッバイ。バイバイ。お疲れ様でした。チャンネル登録、チャンネル登録、登録よろしくね。あ、それそれ、チャンネル登録、チャンネル登録、登録よろしくね。あ、それそれ。